竹原春仙が絵本百物語より、溝で溝では、江戸時代の祈談集、絵本百物語にある資料館。差し絵中にある文章によれば、ある貧乏人が死に、始末に困って、くずかごに入れて捨てたところ、泣き殻の皮が一人でに剥がれて、白骨となって歌い踊り出したとある。妖怪探訪家、村上賢治によればこれは、どんな人間でも、遺体を粗末に扱うと、 必ず会異があるとの意味とされる。また、絵本百物語中の溝で本文によれば、死者を粗末にしたが、ための会異として、以下のような話が述べられている。北条高時の時代。鎌倉に、舎の八郎という武士がおり、家来の一人が死んだので筆に入れて、由比ヶ浜の海に捨てた。後に筆は、波で岸に打ち上げられ、中から、歌声が聞こえてきた。 それを聞きつけた寺の僧が質を調べると、中には海水にさらされた白骨があったので、寺で手厚く葬った。後に、日田義貞が鎌倉へ攻め入った際、北条時行がそれを迎え撃つために、由比ヶ浜の軍勢を敷き、その中に、利根の八郎もいた。別の場所に敵兵が攻め入ったとの知らせを受け、自公軍はそちらへ馬を走らせた。しかし、八郎だけは追いつけずに取り残され、 自公軍を追う敵人の格好の的になり、矢に貫かれて命を落とした。その死に場所はくしくも、八郎が家来の亡骸を捨てた場所だったという。妖怪研究家、田中美は、八郎は供養を怠って家来の亡骸を遺棄したため、その家来のたたりが八郎を取り殺したと見ている。ありがとうございます。